はい、どうもコマです。続きからやっていきましょう。前回 ABC ルート全部とりあえずクリアしたということで、こっからね新展開になっていくと思うんですけどね。まあもう行き先がないんですよね。まあ多分部屋から出たらなんか始まるんじゃないでしょうかとは思うんですけど、やっていきましょう。結局犯人が誰かについてとか全然分かってへん状態よな。とりあえずエリザベスが死んだ周辺あたりはまあなんとなく分かってきたけどって感じやけど、直接的な死因の原因とか全然分かんということで、さあこのカメラワークはロブスター先輩、どうも。生きてたんやね雪山で氷漬けになってて放置されてたけど無事でしたか。ダニエル・ミラー、ロブスターさん無事でしたか。うわ、ケツアゴ大丈夫やった？寒くない？コシベオダデスヒワ、どうしたどうしたどうした、ナオミさんどうした？今日ちょっと滑舌悪いな。ロブスター、待て待て待てやな、やそのいかがわしい呪文は復活するための呪文だけど、短い割によく覚え間違えるんだよな。これ短くないよ、長かったよ。アホか、そういう大事な呪文はスマホで写真撮ってクラウドにあげとけ。どうせ我は写真を撮っても画像のデータは消えて泣いた口やろ。素人丸出しだな。この呪文が流行ってた頃にはスマホなんてなかったんだぜ。口の減らんやつやな。しゃあない、今回は負けを認めたろう。珍しいな、負け認めんの。全く中身のない会話やけどね。あら素直じゃん。不死身とはいえ期待がとか足らんかった。雪山は本気で怖いとこやな。おお、その話触れるんや。よう無事やったね自力で助かったん、あの状況で。我と忠告を無駄にしたのはすまんかったの。おお、ダニエルさん素直になったね。おおじゃあそれはそれ、これはこれじゃ。話は聞いとるで、我も結局何もろくに取材できとらんってな。いやいや、宇宙人いましたよ。だいぶ現場の状況ははっきりしましたよ。全然関係ない奴らが現場でなんかしっちゃかべっちゃかしてただけやで、ね、エリザベスとした家まで刺さった剣は抜き取っていくわ、高速で走る羊は走っていくわ、宇宙人がちょっと見てたわみたいな足跡つけてったわ。全員が多分事件に関係してなかったんかな。いやでも関係してるんかな。結局さね、高速で走る羊も宇宙人もアリバイっていう点に関してはないもんな。あげく新種の水苔で大騒ぎとは、さすが大都会のインテリ様やの。うっせえ、いいじゃねえか、新種だぞ新種。生物学に私の足跡が残るんだぞ。そらミトさんやな、科学者さん。俺はジャーナリストとして歴史に残したる、じゃあの。ロブスターさんでも成果なんもないやマジでロブスターさんなんかね、たまに話しかけてくるだけで何もしてへんだあいつ。くそ、腐れ地獄だ。私も絶対にこの町のスクープで世界のドリームを抜いてやる。すごい体験はしてるよね。ブルーピーコップのその後。ああ、エピローグあるんかい。エピローグあるんかい。てっきりないかと思って前回途中で終わっちゃったよ。じゃあとりあえず前回の話のエピローグしますか。ベネディクト・マコーリーとサロメ・マコーリーは、あれか、子供たちの話が聞けるのか。子供直接話聞けへんのかな。とりあえずミシェルさん。あ、ここにお父さんいるやん。さっきお父さんに聞くか。どう、子供の調子どう。よー、牧師さん。また飲んでるのか。お前おいる、こいつでさえ。また飲んでおりますぞ。だく、いいのかよ、こんな時に。酒を飲むべきではない時など、あまりにも限られておりましょう。そうかな。そうかな。結構あると思うけど。ダメだ、このアルチ親父。ヘイワードさん、あなたは悪くない。そらね、全然自分が悪いと思ってへんで。あなたは、なんら一向に悪くない。の。あなたは心のどこかで気に病んでいますな。初めて牧師っぽいこと言ってるやん、この人。エマが保護観察処分となったことに自分は責任があるかもと思っている。もうちょっと何かやれたんじゃないか。いや、精一杯やった。その間で揺れている。ああ、意外とナオミさんそんなこと考えてるんかな。意外とセンチメンタルなんかね。よろしいですか。人はいつだって全力を尽くしております。その時にできたこと、それがその人にとっての全力だったのです。それに保護観察処分など、何ら騒ぎ立てるようなことではありませんぞ。なぜなら、我ら罪深き人の子は皆、主に保護観察されておるのですから。
まあ、いった、高三だ。聞きたい言葉を全部先回りされちまった。いいこと言ってくれるね。子供がね、そんな、こう観察処分っていうのがどれぐらいのことかわからへんけど、警察からの厳重注意って感じなんかな。よく見たら笑顔してんね、ベネディクトさん。酔ってるだけかもしれんけど、こう見えても牧師ですからな。では、我ら、弱き飲んだくれに乾杯を。乾杯。あ、仲良くなれたね。ただお前、吸血鬼の血の時の騒動は忘れてへんからな。ベネディクト・マコーリー。この野郎。ちなみに、ベネディクトさんはサブイベントでね。このお店ってさ、お酒の持ち込みあかんのよ。でも、ベネディクトさんは自分の自宅から酒持ってきてここに飲んどってさ、その時の証拠写真を撮ってくれってイベントがあったんよ。これがその時の写真。だから、ベネディクトさんはいい人ではありません。普通にルールを破る悪い人です。ということで、どうも。よー、ロックスター。なんだ、フォトグラファーか。あ、捕まっちゃったけど、お兄さん。どう思ってるんやろ。結構、精神的にきついんちゃう？もしかしたらエリザベス殺しの犯人かもしれないって感じになってしまってもんな、お兄さんは。その、なんだ、デイビッドのことなんだが、なんと言えばいいか。あいつは、やってねえよ。あのタフガイ気取りのアマちゃんはな、ガキの頃は虫も殺すねえ、寝小便垂れだった。山にはまってウサギでも鹿でも締めれるようにはなったが、あいつの中身は今でも泣き虫とアマちゃんさね。とても人を殺せるわけないか。なかなか手厳しい信用の仕方だな。それに、たとえあいつが本当にやっていたとしても、それでもあいつが僕はやってないって言うなら、俺はその言葉を信じるよ。甘い姉ちゃんだな。家族っていうのはバンドみたいなもんだ。そりゃ音楽性の違いで解散してしまうこともあるがな。それでもメンバーだと認めたやつのことは同じメンバーが信じてやらなきゃならん。そうじゃなきゃロックなんて貫けねえよ。かっこいいな。惚れそうだ。ならいっぱい飲んでけ。なるべく高いのをな。兄弟揃ってしっかりしてやがる。ミシェル。どっちが正しいんかな。本当にやってたとして、ね、それでも僕がやってないって言ったら怒るべきなのかもしれんけどね。ってちょっと思っちゃったけど、どっちが正しいんかな。家族として、ね、嘘ついたったとしても、そいつの言うことを尊重してあげるのがいいのか。ちょっと、まあ、時と場合によるかな。まあ、せっかくなんで、なんか、もらおうかな。シードルールもらいましょう。ありがとう。ベンディクトさんと飲むわ。ありがとうな、いつも。ベンディクトさん、じゃあ飲もう。一枚どう？自撮りみたいにしたいよな。なんで、ナナミは自分を、なんかシャッターチャンス来た。なる、今の瞬間がホットワードに入ったみたい。太った可愛いおばちゃん、あのおばちゃんがホットワード5位に入ってたみたいです。ラッキーラッキー。これはバズるぜ。飲みまーす。バッチリだぜ。よいしょ。ありがとう、みんな。みんな。あ、堀内さんも。堀内さんはちょっとあんま好きじゃないけど。思ったよりなんか下品なおっさんやったから。いや、なんかゲーム進めるとキャラクターのこと好きになるね。サムさんどうも。ここ観察処分になっちゃったけど、お子さんが大丈夫ですか？どうも、サラメさん。お元気？あら、ナオミさん。元気そうね。おかげさまで。で、その、エマさんのことで少し。あれば、インタビューかしら？まあ、そうとも言えるし、そうでないとも、半分は世間話かな。どちらでも喜んで、どんな話を聞きたいの？あんまり個人的な話は困るけど、その時はダメよって言うから。そうね。遠慮なく聞いちゃっていいわよ。心広いね。聞きたいっていうか、いやね、今回の件ってエマは巻き込まれただけだと思うんだよ。それが言いたくってさ、ああ、貯金してんねんな。あら？驚いた。記者さんなのに質問じゃなくて告白に来ただなんて。でも、ありがとう。私はエマは悪いタイミングで悪い場所にいただけだって信じてるの。でも、雪山の頂上にいたんですよ。なかなか不自然ですよ。あの女、あの子供。それはやっぱり孫が可愛いから。そうね。そりゃそうよ。孫は可愛いわ。それにね、孫を信じて甘やかすのはおばあちゃんの仕事だもの。そんなもんか？確かに私もばあちゃんに甘やかされたけど、そんなものよ。もし私がエマの母親なら、叱るときには叱らないといけない。それが母親の愛だし責任よね。だからおばあちゃんは精一杯孫を甘やかすの。うちのね、うちの父さんとお母さんもね、孫ではないけど、親戚の5歳児と1歳児甘やかしてるわ。そうやって、まだ幼い子供が安心して逃げ込める場所になってあげるのよ。逃げられる場所ってのは重要かもね。
子供に対して親が厳しかったら、おばあちゃんはね、そういう場所でいいの。それに孫だと甘やかしすぎになる心配もないのよね。だっておばあちゃんは普通孫より先に死んじゃうもの。あうわ、すいませんね、ちょっと反応に困るね。いいこと言ってるけどさ、なんだこの内閣高めの英国ジョーク。サラムさん、サラムさん、ちょっと寂しさやな。いつも子供連れてんもん。今なんか子供連れてん、なんでいい日にやろう。てかエマだけなんやな。エマ・マコーリーは姉妹やからさ、あのクレイ・マコーリーとシャーロット・マコーリーもいるはずやけど、エマだけが観察処分になってるんやね。やっぱ三重人格なんじゃないかな、あの子供。あの三人が一緒にいたとこ見たことないねんな。そこら辺は触れられるんかな。謎のまま終わりそうやねんな、その件については。はい、じゃあデビッドさん、デビッドさん一番なんか今そんな立場になってるけど、客観的に見たらだいぶ怪しいもんな。宇宙人って話は多分なかったことになってんやろ。じゃあだいぶ怪しいよね。どうもマサさん、ちょっと気まずいね、この二人。年の差もあるやろうし、どんな話するんやろ、話すとしたら。どうもデビッドさん。よー、ボーイスカウト元気にしてるか。至って元気だ、ありがとう。あんたみたいなアウトドア野郎は暇で暇でしょうがないと思ってな。ここは外出られへんのか。私の PC で山の事故のニュースだけ調べてプリントアウトしてきてやったよ。なんで事故だけやねん。すごいセンスをしてるな。でも嬉しいよ。なあ、一応もう一回聞かせてくれ。あんたはエリザベスを殺してない。そうだな。ああ、彼女は友人でもあった。だから僕は彼女を殺してない。と思う。ああ、ちょっとデビットからしたら不安かもね。操られてたわけやからさ。もしかしたら操られて殺めてしまってるかもしれんって思ってるかもしれんよな。マジかよ。おい、怖いんだよ。怖い。どうしようもなく怖いんだ。僕はやってない。絶対に。でもだんだん、自信がなくなってきて。もしかしたら僕がやったんじゃないか。記憶にはないけど、僕が、この手で。そう。僕がやったといえば、こんなチューブラリンの苦しみもある。わあ、意外と結構デビッド精神的に来てんな。かわいそう。私はあんたに借りもあれば貸しもある。まあ、命助けてもらったしね。クマから助けてくれたから。あんたがいなきゃクマに食われてたし、操られていたとはいえ、あんたは私を殺そうとした。だから一つだけ忠告してやる。こんな時、お前の姉貴ならお前になんて言う？想像してみろよ。姉さんならまず、僕のことを泣き虫とアマちゃんと呼ぶだろうね。分かり合ってんな。そして、きっとこう言う。お前はやってない。なぜなら、お前がやってないって言ったからだ。ほんと、姉さんにはかなわないよな。いいか、適当な証言をして楽になっちまおうなんて思うな。そんなことされて一番苦しむのは被害者のエリザベス。次はお前の姉貴だ。あ、肝に銘じておく。頼むぜ、泣き虫のアマちゃん。デビット頑張れよ。誰が犯人なんやろう。見当もつかへんな。いやいや、メールかじゃねえよ。この展開2回目だろ。なんかいない予感がするぜ。虫のすり合わせってやつか。一度家に帰ってメールチェックすか。さあ、おそらく新展開に入るでしょう。早速メールに追われる君が自らメールチェックをしようとは。はい、なんすか、語り部さん急に。どうやら、ただならぬメールが届いたようだな。ほう。つまり、おいよいよクライマックスということだ。マジか、終わるん。全然事件の全容分かってへんけど。あ、チャプター、なんて読むの？ポイント、なんちゃらポイント。ターニングポイント的な感じですか？超重要なメール。これは戻るしかないな。誰や？犯人マジで誰か分からへん。自殺か？エリザベスの自殺か？それか事故死か？街の人らでなんか悪い奴がいい日からさ、頭おかしい奴はいっぱいいるけど。割と誰が犯人でもそこそこのショック受ける気はすんで。まあ一番ありそうって言ったら、まあ意外性とかも含めてお兄さんかなって思うけどね、エリザベスの。どうなんやろ。どうも嫌な予感がするんだよな。新しい指示か何かだとは思うんだけど。まあ下から順番に見ていこうかな。こ
これまで送っていただいた小唄の軌跡、光る苔、ヴァンパイアの血のサンプルを分析していたドクター・アンダーソンが急にフィールドワークに向かわねばならないと言い出しまして、公式には CEO の決裁待ちですが、内々にはすでに決定事項となっている模様です。明日の15時ぐらいには弊社の科学者チームがレイニー・ウッズにお邪魔することになると思います。急な連絡で本当にすいません。ドクター・アンダーソンが来るんかな？まあ直属の上司みたいな関係やねんけど、まだ全然文面でしか見たことないね、ドクター・アンダーソン。もっともヘイワードさんに何か特別に準備してもらう必要はありません。弊社ロンドン支局が対応しますので、空港にお迎えとかそういうのは大丈夫です。ですのでしばらくはオフだと思って自由に過ごしていただいて構いません。あ、なお私も現地に伺うことになりそうです。ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、よろしくお願いします。ルーシーターナー来るんや。どんな人なんやろう、気になる。ずっとね、この人からメールのやり取りが来るんよね。結構気さくに喋ってくるんやけど、まあメール部分は文字ばっかが基本カットしてんけどさ、まあ PS これ見た感じ結構テンション高い子やね。どんな子なんやろう。ドクター・アンダーソンも結構な変わり者らしいけどね、割と事件については積極的に調べてくれる博士っぽい人やねんけど、来るんや、あいつらついに。ルーシタンさん、これはとても素敵なメールでして、私物のスマホから送信してます。今度そちらに行く科学者チームを率いるドクター・ニコラス・アンダーソンなのですが、とりあえずすごい人です。一時は政府や民間企業が出している助成金とか検証論文とかその手のやつを取りまくってまして、若い頃は100年に1人の逸材と呼ばれていたそうです。実際最初の学位は14歳で取得してるみたいで、いわゆる神童ってやつですね。14歳で博士になったんか。ただし以前もメールで触れましたが、博士は社会性に問題がある方でして、助成金とか共同研究とかはほぼ全部途中で打ち切られていて、社内でもパワハラセクハラ問題を起こしまくってます。ひえー。というわけで、ヘイワードさんも実際にアンダーソン博士に会ったらかなりびっくりするというか、きっと怒ると思うんですが、何卒そういう困った人なんだと思ってぐっとこらえてください。怖いなぁ。ナオミと相性めっちゃ悪そう。はい、いい。ナオミさん、いいです。あ、これあれか。だいぶ前に一回メール来た人や。あれやね。エリザベスなんじゃないかっていうやつやんな。免れざる客がやってきます。その人物に気をつけて。あなたがこのメールをきちんと読むかは私にはわかりません。そして私にはあなたの意思決定を左右する力もありません。でもこれだけは言わせてほしいの。Good or Life。ほう。The Good Life。好み、わかりますよね。良い行いか、豊かな生活か。いいより。なんか意味深なこと言ってきたやん、エリザベス。これがエリザベスかどうかわからへんけど。科学者チームね、厄介そうだ。とはいえ、お役人が群れをなしてくるよりはマシか。しかし、いきなりオフですよって言われてもな。エステもなければネイルもない。ジムもプールも天然物ばっかし。仕方ねえな。町を連中相談に乗って小遣い稼ぎでもすか。もうええよ。散々やったもん。サブイベントも散々やったもん。明日の15時まで見てようや。そういや、そろそろ科学者チームが来る時間か。迎え不要って話したけど、今後のこともあるし、やっぱ顔だけは出しとくべきか。しゃあない。広場まで出迎えに行ってみますかね。じゃあ行きましょうか。化粧して。さあ、もうクライマックスらしいけど。クライマックスに新キャラ続々登場するんやね。じゃあ広場に行きましょうか。科学者チームびっくりするんちゃう？ナオミさんが羊に乗ってくるからね。田舎満喫しすぎやろってなるかもしれん。広場来たよ。広場来ましたよ。あ、15時まで待たなあかん。ご飯でも食べとくか。よし、さああと5分。飯も食べた。なんか僕酔ってた。少し酔いが冷めたって書いてある。あ、どうも。急じゃねえか。今日は返済日じゃねえよな。月どれぐらい払ってんの？面倒だ。口を閉じてろ。怖ぁ。おい、お前、ちょ、あ、さらわれる。待ってよ。言ったはずだ。人を噛む。誘拐？ええー。ヒューリーさん、そんな身体能力高いの？わぁ、やばい、もう、バラされる、殺される。お助け。ここは
どこだ？下等人間か。ああ、ニコラス・アンダーソン、はじめまして。暴れ下等人間。ああ、ファンキーな髪型してますね。この私が最も我慢ならんのは、理論の方法を知らぬまま言葉を発する生物だ。あ、MB って書いてある。あのヒューリーさんの後頭部 I love MB って書いてあったよね。え、この二人できてんの？下等人間が質問すること、それすなわち犯罪行為と理解せよ。か、あ、下等人間？間違いねえ、こいつがドクター・アンダーソンだ。とはいえ、下等人間であっても偶然いい成果を得ることはある。今回はまさにそのパターンだな。貴様は下等人間らしく、己の幸運を神とやらにでも感謝しておけ。失礼になっちゃな。さて、まずはこれを見たまえ。これらは異物。あまり適切ではないが、今は異物と呼ぼう。これらはそれぞれ単体では限りなくゴミに等しい。いや、ゴミそのものだ。科学だ。だが、この3つを同時に用いたとき、驚くべき科学が生まれる。私はこの科学現象のことを仮にこう名付けた。トリニティ・インクレディブル。は、そっすか。トリニティ何？正式な名称は後ほど決める。そしてそれは重要な問題ではない。だがよかろう。せっかくイギリスくんだりまで来たのだ。結論的なアプローチでトリニティ・インクレディブルに迫ってやろう。さあ、その濁った目を見られてしっかり見極めよう。可動人間。やべえ、思った以上に強烈なやつだぜ。博士、メガネ22かけてる。博士さん、ちょっと頭悪いのでは？メガネを20にかけると初めて、おお、おい、そいつらは。何する気？黙れと言っただろう、加藤人間。はい、すいません。被験体 ABX に対する本日の照射実験を開始する。え？照射時間は3秒とする以上。何する気？まずはトリニティ・インクレディブルの構造を簡潔に説明しようではないか。はい。このタンクには培養した光る苔が入っている。はい。光る苔はトリニティ・インクレディブルの主たるパワーソースと言えよう。そんな大量に苔あったっけ？だいぶタンクでかいけど。続いてこの銃だが、この銃そのものには特に価値はない。はい。水鉄砲みたい。ショッピングモールで購入した子供用の水鉄砲を改造したもの。合ってた。まさかの正解引いたわ。重要なのは重厚なアタッチメントに用いたコルタナの切っ先である。あ、おしゃれ。これによって切っ先が発生するエネルギーに指向性が付与される。どうなる？ちょ、なんすか、なんすか。これだけでは科学は生まれない。はい。そこでこの銃のシリンダー部に対しヴァンパイアの血を注入する。はい。これが一種の触媒として機能することで。どうなんの？どうなるか教えてよ。ヒューリーさん巻き添えくらってますよ。ちょっとなんでヒューリーさんノーダメやん。つえ。照射実験終了。被験体 A と B の変身を変える。強制的に変身させるんかな。被験体 X には影響なし。引き続き第二照射実験を行う。はい。みんな猫に変身するのを触れるんや、こんながっつり。第二照射実験終了。被験体 A と B の再変身を確認。被験体 X には影響なし。以上。これってやばくねえか。ね、人権侵害もいいとこですよ。トリニティ・インクレディブル光線の偉大なる力に驚いたか、下等人間。でもなんかあれや、ヒューリーさんが、科学の力、ヒューリーさんが変身してんからなんか意味なくねって思うんやけど。貴様ら下等人間の安全で幸福な日々を生み出す科学の力なのだよ。そうですか。見ての通り、今のところこの光線はこの町の住人にしか効果を及ぼさない。はい。だが適切な実験を繰り返すことでこの謎もすぐに解明されるであろう。そうですか。そう、これこそが科学、はい、科学だ。想像できるかね、加藤に。ああ、勝手にやっといてって感じじゃないけど。人間が動物に変身できるようになれば幾多の社会問題は一気に解決する。そうな。生産性皆無の加藤人間どもを犬猫にすれば
住居や食料の問題は完全解決だ。それ殺すと一緒じゃないの。それだけではない。科学を否定する野蛮人に対する軍事的な転用を鑑みれば、こいつはやばい気がする。ラスボスかこいつ、まさか。おい加藤人間、聞いているのか。おお聞いてる聞いてる。現状被験体の数が足りない。もっと多様なサンプルが必要なんだ。あーやばい、街中の人らさらってこいって言われそう。寄って貴様にはサンプルの収集を行ってもらう。サンプル収集、町と住人あと数名ここを連れてこいと言ったのだ。それって誘拐じゃ。アホか。与えた指示をさらに別の言葉で説明させるな。これ以上私の貴重な時間を無駄にさせるのか。それは全人類にとっても損失だ。貴様の不理解な人類種への背信行為に他ならない。でもな、貴様の仕事はこれで最後だ。完遂の暁にはモーニングベル通信が膨大な報酬を保証する。それってつまり、そうだ、貴様の借金は全て帳消しになる。これがエリザベスのメールで言ってたあれか。いい行いか、安定した生活かっていう選択迫られてるわけね。貴様は私の指示通り言われるままロボットのようにタスクをこなせればよいだけだ。加藤人間には願ってもない提案だろ。それに想像してみるのだ。人間が自由に犬に変身できたらどうなるかと。小便の匂いを追跡できるようになるとか。ほう、なかなか鋭いな加藤人間。例えば空港の麻薬犬と精鋭麻薬取締官が会話できたらどうする。あるいは警察犬とベテラン刑事が会話できたら、むしろベテラン刑事が警察犬になれたら。そこまで大きいメリットに思えへんねんけどな。ニコラスさん、こんな人を傷つけてまでやる価値ある、それ。まあ確かに。トリニティ・インクレディブル光線のポテンシャルが理解できたようだな稼働人間。そして言うまでもなく、巨大偉大な科学は巨万の富を生み続ける。商品化の暁には異物の発見者でもあり研究の協力者でもある貴様には何かあるかもな。私が屈辱してやってもいい。覚えていたらだがな。だからいい働きをしろと。己の立場が理解できたか加藤人間。ならばこのリストにあるサンプル3名をこの場に連れてくるのだ。さあどれから手をつける。誰やろう。知的優位性個体。知的優位性誰や。ノーロックホームレスかな。知的優位性個体。例外的要因個体は誰やろう。わからん。未成熟か多分子供やんね。例外的って誰よ。いや僕ノーロックさん好きやから、ノーロックさん行こう。知的優位性個体か。あくまで比較的マシという優位ではあるが、こんなど田舎では仕方あるまい。それに肉体的優位個体はデビッド・オライリーで十分だしな。デビッドって肉体的優位個体なんや。そうなんや。採取するサンプルの個体名はチャーリー・スミスだ。誰や。チャーリー・スミス誰や。え、知ってる僕。チャーリー。さあ行ってこい、加藤人間。チャーリー・スミスって誰それね。知らんで、多分。アホか。貴様はそれでも調査員か。この閉鎖的なコミュニティにおいては、あ、ノーロックホームレスとなってるよ。合ってたけど名前知らんかったわ。ああ、あいつか。エリザベス殺害の容疑者を見つけたとでも言っておびき出せばよいだろう。エリザベスの車椅子に座る私の姿を撮影し、エリザベスの車椅子に座る私の姿を撮影し、それを説得材料に使えばいい。どういうこと？あ、どういうこと？私の推論に基づけば、スミスはエリザベスに一方的な好意を抱いている。え、そうなん？え、ノーロックエリザベスのこと好きやったん？じゃああいつもっとメインストーリー関わってこいよ。あいつ何してんねん。そこを刺激すれば容易に同意が得られるだろう。でもな、好きやからこそあんまこういうのに巻き込みたくないんですけど。何をぼやぼやしてる加藤人間。貴様は時や変えなりすら知らんのか。さっさとサンプル集めてこい。はい、すいません。あ、そういうことね。車椅子に座る私ってあなたのことね。了解です。ふむ、この車椅子はいい。これを大型化すれば免許なしに公道を走れる高機動車が手に入る。
じゃあもう普通の車でよくね。こんなクソ田舎には似つかわしくない、大して掘り出し物ではないか、大した掘り出し物ではないか。腐れ地獄だ。あのマッドサイエンティスト、借金を返したら絶対二度と関わりたくないぜ。だが今は腐れ仕事でも仕方ねえ。我慢だ。これで借金地獄から抜け出せる。そうさ、やるしかねえ。仕方ねえんだ。ナオミ、それでええんか。ナオミ。これ反逆するルートないの？ネットワークスティング、ニコラス犯人じゃね。もうニコラス犯人でよくね。実験のために殺したとかじゃないの？もうこいつ悪いやん、めっちゃ。エリザベスのふりした写真を撮らなあかんねんから、顔写る方がいいね。まあ両方撮っとくか。あのこれでいいみたいやわ。こっちの方がまだね、こっちの方がまだ釣れるんちゃう？でもおじさんっても書いてるからな。これで能力さんなめんなよ、ニュークラス。あいつ次に頭ええからな。どうすんねやろ、ナオミ。このまま指示に従うんか。